多分普段ハイエースは取らんけど、このハイエースはすごいと思う。ボンネットから、まあ、バンパーも変わってるな。ヘッドライト僕はなんか特注品か。グリルもなんかすごいな。これオーバーフェンダー、オーバーフェンダービス止め。でがっつり引っ張りタイヤに、ワイドなホイールに。おそらくエアサスは入ってるな。こういうバンタイプの車でもエアサスは組めるのか。この車高だと絶対走れんよな。フロントは結構キャンバーついてるか。まあリアタイヤのあの、まあ、フェンダーとリムの被せ具合最高だね。ステアリングもなんかちょっとこうなんか水中感みたいなステアリングついてるね。タイヤもこれめちゃくちゃ引っ張ってる限界まで引っ張ってあるぞみたいなね。なんだホイールはこれなんだ、ちょっとメッシュみたいな感じね。ちょっと旧車チックなメッシュなホイールで、バローネっていうのかな、バローネかなんかのホイールで、まあ納得がちょっと飛び出てる感じね。リムがめちゃくちゃ深いね。これ地面着地状態だな。今現在地面についてるね。これ今日なんかトップクラスのハイエースだな。これはこのルーバーもいいね。後ろ窓ハイエースやっぱここまでやるとすごいな。まあ基本的にこういうねミニバン系の車取らないんだけどね、この車別だな。このリムの深さ、ウィングというここにこれはすげえな。これはすごい。ストロークしないで跳ねないぐらい。箱車会で後ろのバンパーも結構20センチぐらい突き出すね。これ今地面についてる状態。アンダースポイラーね、後ろに結構大型のリアスポね。すごいな、これも。ワイドボディにしてあるもんね。あいつロングヒンジか。ロングヒンジにわがままボディ、まあ、こういうヒンジにも結構ねお金かかるもんでね、こういう感じね。まあでもワイドここまでのワイドボディはこういう感じ。すごいな、これはすごい被せ具合だな。被せ方がすごいな。まあどっかエアサスの多分積んであるんだろうな。エアサスじゃないとここまで下がらないな絶対。すごいなこのハイエース。これはいかつい。これ後ろ来たらもう絶対道譲るよ。ハイエースのワイドでした。